どうも皆さん、ハリガネです。今日ハリいないんですけどね、はい、私一人で頑張っていきたいと思います。今日の動画はタンク洗浄ノズルについてです。タンク洗浄ノズルは洗浄作業の自動化、それから工程時間の短縮ができるノズルで、池内の数ある製品の中でもなかなかおすすめの製品なんですけれども、どのタンク洗浄ノズルを使えばいいのかよくわからないという声をいただきます。ですので本日はそういった初心者の方、それから以前に使ったことがあるよというお客様にも分かりやすい動画にしていきたいと思います。で、この動画だけではなくてですね、タンク洗浄ノズルってたくさんお伝えしたいことがあります。ですので今後何本かにわたってお伝えしていきます。結構ですね、実際に水流に当たってみてとか体を張った企画もあるのでお楽しみに。はい、ということで今日は何をするのかと言いますと、まずはタンク洗浄ノズルの基礎編ということで、大きく分けてこのノズルたち3種類に分けられるんですね。なのでその分け方、それからそれぞれの特徴についてお伝えしていきたいと思います。簡単に説明しますと、1つ目が2次元回転のノズル、2つ目が3次元回転のノズル、3つ目が固定タイプのノズルになります。この3種類いずれもですね、タンクを360度すべてカバーできる、洗浄できるノズルになるんですけれども、1つ目の2次元回転のノズルがさっと洗い流すもの、2つ目の3次元回転のノズルが洗浄パワーが強い、勢いのある水流が出るノズルですね。3つ目、固定タイプは部品構成がすごく少ないのでメンテナンスがとても簡単というような、それぞれの分け方になります。それでは実際に噴霧の動画様子を見ながら解説していきましょう。まずは2次元回転タイプです。該当する製品は SR シリーズや ES シリーズがあります。2次元回転ノズルはノズルの軸に対して回転体が横にぐるっと一周することで噴射する構造のノズルです。この回転体という部品には水を噴射する噴射穴が異なる向きでいくつか開いていて、これらがタンク内面360度方向を全てカバーします。回転体は噴射する水流の力で自転するので、使用するのに特別な設備はいりませんし、導入も簡単です。洗浄にあたって重要となるスプレーの強さなんですけれども、実際に私も浴びてみた感触としては全身で強い雨に打たれているというイメージです。ただあくまで水をかけて洗い流せるような汚れに向いたノズルと言えます。ちなみにこちらのノズルの天敵となるのが水に含まれるゴミ、油物です。ゴミを噛んでしまうと回転が安定しなかったり止まってしまったりするので、必ずノズルの手前にストレーナーを設けることを忘れないようにしてください。次に3次元回転タイプです。該当する製品はジェットアタッカーシリーズやロータリージェッターシリーズがあります。3次元回転ノズルで可能なのが強力なタンク内洗浄です。直進膨流を噴射するアームが本体から伸びていて、アームの縦回転と本体の横回転が組み合わさることでタンク内面に打力の強い直進膨流を当てることができます。こちらはとても強力である反面、洗浄に当たりますのでタンク内すべてを洗うためには一定の時間を要します。直進膨流は人が当たるととても痛いです。打たせ湯やムチに打たれているような感覚です。壁面にこびりついた頑固な汚れの洗浄にはこちらが適しています。なお、こちらの3次元回転のノズルは回転の機構に必要な部品点数が多いので、2次元タイプと比べるとメンテナンス性で少し劣ります。最後に固定タイプです。該当する製品はシャワーボールシリーズがあります。固定タイプはノズルに可動部がありません。今までご紹介してきた2次元3次元回転ノズルはいずれも回転することによって洗浄するノズルです。これらのノズルでよくある不具合というのがうまく回転しないというものです。回転不良の主な原因である異物が流れ込まないようにするため、配管にストレーナー設置というのは必須なんですけれども、それでもこのような問題が確実にゼロとなるわけではありません。その点、この固定タイプではたくさんの噴射穴から水流が直進で噴射されますし、部品も一つでシンプルな構造です。回転不良の心配もなく、メンテナンス性でも優れています。ただお分かりの通り、
たくさんの直進ボールが点の形でタンク内面に当たりますので、点と点の間の隙間というのはノズルから距離が離れるほど大きくなります。したがってこの固定タイプのノズルは比較的小型のタンクやベッセルでご使用いただくのに向いたノズルになります。はい、こちらでタンク洗浄ノズルの3つのタイプとですね、その基本的な使い分けについてご説明しました。ご理解いただけたでしょうか。本日お伝えした内容はですね、タンク洗浄ノズルのまだまだ基礎的な部分になりますので、実際に選定するにあたってはお伝えしたい部分たくさんあります。ぜひ今後の動画にご期待ください。はい、ということで本日の動画は以上です。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。